ナーランダ大学の遺跡である。インドにおける仏教衰退の理点表とみなされている。インドにおける仏教の衰退は仏教誕生の地インドを越えて繁栄するときも様々な理由で発生した。仏教は始まった紀元前5世紀前後から着実に成長し、紀元前3世紀のアショウカオチカのマウリア朝で国家宗教として承認されるときまで安定した成長を見せてきた。 仏教は、紀元前の数世紀にわたり繁栄し続け、さらには、中央アジア、インドは大陸を越して、中国大陸にまで広まった。しかし、後のグップタ朝とパーラ朝の時代のインドにおいて、仏教は、着実に衰退していった。北拳や玄城、義城、永星、宋雲といった、5世紀から8世紀の間にこの地を旅した、中国の僧侶たちは、 特に白粉族の信仰をきっかけとする仏教との相互の衰退について言及するようになった。衰退は12世紀のパーラー朝の崩壊とイスラーム勢力のインドア大陸への段階的な征服後も続いた。その頃までに仏教は特に敵対的支配者に対して脆弱になっていた。それは支持者たちの大部分は禁欲的共同体にいたので、 社会に強い根を張っていなかったからである。東ベンガルとネッパールでは古代以来小さなコミュニティが生き残り、インドでは19世紀の末までに事実上絶滅した。最近では、インドにおいて、アナガリカ・ダンマパーラやクリパサラン大長老、アンベドカル、ダライラマ14世来の影響で復興を見せている。ア勝ショカ王時代の仏教伝播、ゴータマブッダの時代は、都市化だけではなく、 中央集権化も見られた。仏教拡大の成功は、中央集権化された、組織力の変化とともに、その時代の経済成長に依存していた。マウリア朝において、アショウカ王は、仏教の慈悲の思想とは反対の殺傷を伴う、ベーダの犠牲式を禁じ、仏教は、マガダ国の領域を越えて広まり始めた。後継王朝である、シュンガ朝は、犠牲式を復活した。彼らは、 大きなサンチーのストーパを春河朝の都の近くに建設した。インド全土に仏教は拡大し、それぞれの多様な地域はで、各地域で続いている体制によって支援された。堅固な創院組織を持つ仏教の宗教センターは、仏教をインドの知的生活と宗教の中心地とした。春ガ町の初代オップシャミトラは、前188年にサンチーに、 巨大なフチシャリ島群を建設した。続くカーアンバーサでは4人の王が仏教徒だった。プシャミトラは仏教に敵対的で経典や仏教寺院を燃やし僧侶を虐殺した。この問題は現在でも多くの議論が行われており、ベルギー人歴史家でありヒンドゥー研究家でもあるクンラ・ートエルスとは以下のように記している。このプシャミトラ派仏物語は 同時代に近い二つの仏教師、アショーカーバダーナとディブヤーバダーナを事実上根拠としている。この二つ物語は、ほとんど畜語的に一致し、共通の起源を持つのが明らかだ。プシャミトラが総院長に寄進するという物語は、彼が総院建設を許可援助し、その領土に仏教学院や現存するサーンチー仏道を建設したというよく検証された歴史的事実。 この外的証拠によりありにくいものとなる。阿ショ王の仏教用語の後、春河朝の時代に仏教書施設は苦難期を迎えていたが、迫害は全く別問題だということは十分あり得る。有名な仏教史家エティエンヌラ元は資料から判断すると、プシャミトラの破仏は証拠を書くので無罪とすべきであると述べている。 カーストの初期則の権威と範囲の前進的な拡大は、地方の政治と経済力に及び、集権化の波を覆していた。カースト制度は、次第に社会と、経済制裁の初期則として、世俗世界に広まった。四つのバルナが第一の分類基準であり、ベーダは異なったバルナ間の通婚を禁止していた。しかしジャーティの大多数は、おそらく部族的な家系集団に起源を持っていた。 多くの研究者によれば、春河町の章は、バールフットにあるストゥーパの建設を寄進するなど、仏教に従順であるように見える。マハーボディにあるブッダガヤの碑文には、次のような寺院建設の記録がある、ブラフマミトラ王の妻ナーガデービーの寄進。他の碑文は、コシキインドラにミトラ王の妻と生ける息子たちの母、クランギの寄進、王家の宮殿寺院のスリマの寄進でもあると読める。 紀元前400年、紀元1000年の間に仏教の出費にブラフマニズムにより獲得されたものが見られる。仏教によるブラフマニズム的イデオロギーの拡大はブラフマニズムの成長にとって重要な要因であった。ガンジス平原では伝統的ブラフマニズムは仏教と政治的、精神的領域で競合するものであったと何人もの著作家が指摘している。一方、仏教は バクトリア人の昭の領土では反映した。歴史家たちは仏教の衰退に関して、いくつかの可能な理由を提案している。歴史家 SR ・ゴエルによれば、インドにおける仏教の衰退はバラモンたちの敵対に、理由があったとしている。シバ派の支配者であるガウダ朝のシャシャーアンカ王は、母大寺を切り開いた。シャンカラ、マーダバーチャーリア。 ラーマーヌジャヨーナブラフマニズムの哲学者の急増と、共にブラフマニズムが復興し、インドから仏教は急速に姿を消し始めた。仏教はグップタ朝の下で短期間復興を見た。4世紀から5世紀にかけて、仏教はすでに北部インドでは衰退しており、中央アジアに拡大を遂げ、シルクロード沿いに中国にまで到達していた。シャーヒー王国の地下のガンダーラにおいては、 繁栄を続けていた。彼らはアジアへ仏教の布教を奨励した。グップタ城の人口の半分が仏教を支持し、誤解は広範囲で観察された。ヒンドゥー人支配者たちと富んだ神徒は仏教創院に豪華な支援武士を寄贈した。北西部においてハルシャバルダナの王国の崩壊は多くの小国を生み出した。勝負の希少に富むラージプルト所属が没降し、 ガンジス平原へ向けて拡大した。仏教は、ベンガル領域にパーラー朝の下で復興するまで、王家の保護を失った。ハルシャ王国の崩壊は、仏教が支配する王朝の終わりの指標となった。ハルシャ在位中の仏教の状況について現代人が、知る多くは、中国からの巡礼像現状に追っている。彼は広く旅行し、旅行記を残した。彼は、 仏教がまだ栄えている多くの地域を目撃したが、一方で、ジャイガ教やバラモンの秩序に道を譲るという仏教の急激で驚くほどの衰退も目撃した。現状は、ハルシャ王の保護を称賛している。彼は、仏教は、現在のウッタルプラデーシュ州にあるカナウジで人気があると記している。カナウジでは、仏教徒と異教徒が半々であると記し、 100世の僧院と1万世の僧と200世の神殿、異教徒数千人余り、と記載している。彼は、現在のオリッサ州ユーラで、同程度に繁栄している人々を見ている。ナガールジュナの,の祖国であるコーサラや、今日のアンドラプラデーシュ州であるアンドラや、今日のタミルナード州のドラビナでは、異教徒と雑居している、と記載している。南部マハーラーシュトラ州のコールハープルと考えられる。 現状がコンカナプラと呼ぶ地方や北部マハーラーシュトラでは彼は多くの仏教徒が非仏教徒と同じ程度共存しているのを見つけた。シンドでは多くの勢量部と上座部仏教の人々を見ている。彼は原パキスタンの残りの地域でかなりの仏教徒を報告している。今日のビジャヤワーダ近郊にある古代ダナカタカでは多くの人々がジャイナ教など異教徒となっている。 印象的な衰退に遭遇している。ビハールにおいては、多くの重要な名所で、印象的な衰退と、わずかな仏教徒に比べ、ジャイナ教徒とヒンドゥー教徒の優勢をも目撃している。ベンガルやカーマルーパ、あるいは現在のアッサムではほとんど仏教徒はおらず、コンゴーダでは仏教徒がおらず、タミル地域やチョーラ、グジャラート、ラージャスターンでは少数で、例外として、 カーティアール半島のバラビーに多くのジョーザブ仏教徒がいたとしている。チャールキア朝の領域において、現状は多くの仏教徒のストーパが廃墟となり、破壊されているのを目撃している。仏教に共感を持っていたアーンドラ朝やパンラバ朝ら前代の支配者たちの領域に建設されたものである。これらの領域は当時東チャールキア朝のビッシュヌ派の統制下にあり、 東チャールキアーサは仏教に好感を持っておらず、宗教を支援しもしなかった。現状の旅行期は7世紀における、ベンガルのゴーダ王国のシャシャンカ王にも言及している。王は、現状や他の仏教資料でトンサールの仏教徒の王、ロチョバードナが殺害されたことを非難している。現状は、ブッダガヤにある母大寺をシャシャンカ王が切って焼き、仏足石を壊そうとしたと記載している。 しかしら名手、チャンドラ・マジュンダルは、現状は、ハルシャ王のような仏教徒の王に好感を持ち、仏教徒としての偏見があり、見解は仏教よりに偏っている、と主張している。しかし一方、マジュンダルの主張は論争となっていて、バラモン教派による仏教徒の迫害の無罪を主張しようとするバラあリによって反論されている。南インドにおいては、仏教徒の迫害はなかった。 前州のカイソダルマは、クシャトリアの出身で、大乗仏教の哲学者ナーガールジュナは、南インドのバラモンだった。サータバーハナ朝は、他のヒンドゥーの神々と同様にブッダも崇拝していた。アマリバティ王の支配下で、歴史家、ドゥルガー・プラサードは、ブッダがビシュヌとして崇拝されていると記している。シバ派とビシュヌハラヒンドゥー教の活発なライバルは、仏教の急激な衰退を導いた。 それにもかかわらず、インドの他のどの地域よりも仏教は南インドにおいて遅くとも1500年まで減少していく層がとともに長い間持ちこたえたことは注目に値する。ベンガルにおけるパーラーサ下の東部では大乗仏教が繁栄し、ブータンやシッキムにまで広まり繁栄していた。パーラーサは多くの寺院を建設し仏教芸術専門の学校を作った。 大乗仏教は8世紀から12世紀の間、聖の朝の攻撃で滅ぼされるまでパーラ朝の下で繁栄した。しかし、学者の一部は、貨幣や王の名前の語源学などによると、芝や牛の表彰が見られることから、彼らは芝派でもあったと信じている。彼らは、ビシュヌの寺院も建てつった。ビシュヌの図像は、パーラ時代に非常に多く見られるものである。ブッダの図像に加えて、 ビシュヌや、シバや、サラスバティもあった。ベンガル及び1323年以降のカシミールでは、バクティ運動やアドバイタベーダーアン学派のような運動を通じたヒンドゥー教の復興運動は、インドの周辺に追いやられていた仏教の信仰の重要な再編を促した。仏教を解体することに貢献した要素は、ヒンドゥー教の勃興に対する仏教の独自性の消滅にあった。 大乗仏教の著述家たちは、ヒンドゥー教に全く批判的で、大乗仏教とヒンドゥー教の祈りの文化は神徒に、とってほとんど同じようであり、両宗教における密教の発展も似ていた。その上、ヒンドゥー教は仏教の要素を借り受けた。ビシュヌ派は本質的に動物釘に眉を潜め、彩色主義を実践した。一方、芝派は宗教的実践と無関係に、 カースとの区別を格下げしてきた。さらに、8世紀の著名な哲学者シャンカラは、仏教都式の創印階層を開発し、仏教から概念を導入した。仏教に対するシャンカラの関係は、古代以来の議論の主題だった。彼はインドにおいて、仏教批判の論客として称賛され、その没落の主要な設計者となった。同時代において、彼は仮面を被った。 仏教徒として描写された。これらの意見は古代だけではなく、現代の学者や哲学者、歴史家や反対論者などにも広まっている。一方、シャンカラはヒンドゥ文学上仏教の敗北を理論づけ、仏教が諸地域における突出した地位を失って、以降、現実に勢力を持った。シャンカラが北部に来て宗教的中心地を訪れた時、彼は、 過去の仏教との哲学から形作られた思想の多くを借り受けた。文献的証拠は数世紀を超えヒンドゥー文化による仏教要素の吸収を示している。反仏教のプロパガンダもシャンカラが仏教相談をモデルとして創院を作った8世紀に頂点に達した。11世紀初頭の北インドにおいてチャンデーラ・アサの宮廷に仕えた詩人クリシュナ・ミシュラの サンスクリットグーワ劇、プラボーダ・チャンドローダやは、大きな影響を与え、ヒンドゥー教徒は急増した。グーワ劇では、仏教とジャイナ教などが邪教とされ、ビシュヌに対するバクティのみが正しい信仰とされている。北インドでは、シバ派やビシュヌ派やシャクティ派が主流となった。12世紀までに、仏教徒の人口は僧院以外には、ほとんどいなくなり、農民に浸透した頃には、 区別されたコミュニティとしてはほとんど認識されなくなっていた。仏教との創員は資金力があり、その中での生活は比較的容易だった。中央アジアとインド北西部では仏教は白粉族の信仰後、6世紀には弱体化していた。白粉はテングリやマニ教のような彼ら独自の宗教に従っていた。彼らのヒンドゥー教芝派の王、ミヒラクラは、 仏教を同様に抑圧した。彼は、現在のアラハバード付近に至る僧院を破壊した。711年に、ムハンマド・ビン・カーシムが神ンドを征服し、インド社会に、イスラームの最初の接触をもたらし、部分的に成功した。不人気なヒンドゥー王、イーエーヌ・デハーは、仏教の多数派を支配し、ジャーク・オブロアとその親戚は、主家である、仏教王朝のライ王朝を散脱していた。 この見解は、領内において、ヒンドゥー教の性格と仏教徒の実践が拡散し、ぼやけてしまっていたとの見解を持っている人々によって疑問を持たれている。特にチャチュ自身は仏教徒だったと信じている人々や、主界の中誠神といった双方の観点において疑問を持たれている。ムハンマドビン・カーシムの軍は、ダヒーローをジャート人や、 その他の地方知事たちと同盟することで破った。チャチュナーマは、ネルンのような場所で、ストゥーパがモスクに転用された多くの事例を記録している。その上、政府収入の3%がバラモンに割り当てられる、というような支配行政への宗教エリートの協力もあった。全体として、征服された地域のヒムスリムの人々は、経典の民として扱われ、 人道税を支払うことで信仰を実践する自由を認められた。彼らは軍事奉仕やムスリム進化よって支払われるザカートの支払いを免除された。ジズヤはエリートには重く、貧民層には軽く、段階的な税体系を強制された。10世紀までにマフムードはヒンドゥーのカーブルシャーヒー勢力を破り、ヒンドゥーの影響力を効果的に削減し、 中央アジアからパンジャーブまでの仏教徒の自治を収束させた。彼は北西インドを横切る大規模な侵攻の間にストーパと寺院を破壊したが彼の支配領域とアフガニスタン内においてはこれらを残した。ビールーディさえ予言者バークソンとして仏打を記録している。しかし多くの仏教徒の拠点がマフムードにより破壊され、マプラーなどでは ライバルのバラモン教に最初に強制的に転用された証拠を示している。マフムードは偶像破壊主義者だったと言われている。ヒンドゥー教徒と仏教徒の彫像や寺院、神殿は略奪され破壊され、多くの仏教徒はチベットへ避難した。ギアスティーン・ムハンマドはインドは大陸の北西地方を数字にわたって攻撃した。後のグジャラート地方は1197年に、 ムハンマドの軍隊の手に落ちた。ギアスッティーンムハンマドの軍隊は、抵抗する、その頃のインドの伝統的な軍隊に対応した、発展を遂げていた。1200年、クトゥブッティーンアイバクの将軍の一人であるムハンマド、バフティアール・ハルジーは、ビクラマシーラにある聖な将軍の砦を征服し、多くの仏教徒の僧侶が、一連の戦争を避けるために、ネパールやチベット、南インドに逃亡した。 中力人と遭遇した仏教徒の記録はよく残されている。一つの神話によれば、ナーガールジュナの放流に連なる大学者チャンドラ・キールティは、中力軍を追い払うために、石の獅子に乗ったとされている。1215年、チンギス・ハーンはアフガニスタンを征服し、ムスリムの世界を荒廃させた。1227年の死後、彼の征服は分割された。チャガタイは、 チャガタヤセ国を建国し、1260年フレグはイルカン国をイラン高原に建国した。彼の息子アルグンは仏教を国教とし、同時に彼はイスラームに厳しくなり、多くのストーパを建設するためにモスクを破壊した。彼の息子ガザンはイスラームに1295年に改修し、国家宗教とした。一方、チャガタヤセ国は東西に分裂した。 分裂後のチャガタイアセ国において、タルマシリンがイスラームに改修し、その後は仏教やモンゴルによるストゥーパの建設に関する言及は、アフガニスタンや中央アジアでは、ほとんど見られなくなった。14世紀のティムールは、トュルクモンゴル系の軍閥の子孫で、西アジアと中央アジアの大部分を征服し、ティムール帝国を建設した。ティムールは仏教徒の施設を破壊し、 仏教徒が繁栄していた地域を襲撃した。この理論によれば、ムスリムによるインド征服の時までに仏教は見え隠れするだけとなっていて、仏教徒の統制にある地方政府の証拠も見当たらない。イスラム教が到来してから13世紀までの7世紀の間、この理論はヒンドゥー教の農村共同体の堅固な組織を伴う、 多くの場所において大きな国際的貿易宗教としてイスラームが仏教を置き換えたと主張している。17世紀のチベット人学僧、ターラナータは同時代のインド人学僧から教えを受けたものだが、ターラナータの著作には次のような内容が記されている。ビクラマシーラ大学の遺跡短いムスリムの記録と1230年代のチベット旅行者着役士の電気が トュルク王によって、軍営として利用されている僧帽について語っている。後のターラナータのような歴史伝説は、伝説的な材料と、トュルク王が、マガダ全土を征服し、多くの僧院を破壊し、ナーランダーに打撃を与え、多くの僧侶は外国へ逃亡したという要約を、合わせて、僧帽の破壊とともに、仏教の、突然の消滅がも、仏教は、南アジアよりはイランで長く居座り、 公式的には、モンゴル征服の55年間続いたとされている。1295年のガザンハンのイスラームへの改修は、多くの仏教徒の礼拝拠点の破壊という、反動的な結果をもたらし僧侶たちは遠く、カシミールへと移住していった。多くの場所が破壊され、名前を付け替えられた。例えば、オーダンタプリーの総員軍は1197年に、 ムハンマド・バンフティア・ール・ハルジーにより破壊され、町は解明させられた。ターラナータは、1608年の著書、インド仏教演技において、特に東部インドの仏教の最後の数世紀を、扱っている。彼の業績は、彼の時代のインドの仏教の消滅についてではなく、大幅な減少を提示している。スーフィーの影響スーフィーの影響の理論では、イスラームがインドに到達したとき、 同化や統合ではなく、すでに現在の宗教から回収することを目指した、と主張している。スーフィーたちやカーストの圧力の下で、歴史的習慣に抵抗するために、政治的に彼らを支援する機構が存在していなかった、ことから、ベンガル地域において、多くがイスラームに回収した。中央アジアを横切って、イスラームの領域へのモンゴル侵入後、多くのスーフィーたちも、 インドとその周辺、ベンガルなどに逃れてきた。エントランスツーやナバハ、ケルトール、チベット学僧ターラナータは、インドの多くの地域で非常に衰退し、消滅しているものの、局所的に仏教が残っていると言及している。20世紀初頭、仏教は、インドの多くの地域で絶滅に非常に近い状況に、あった。いくつかの部族民が、現在のインド、ネパール、 バングラデシュなどの領域で仏教の行いを続けて暮らしている。プロセッション・オブ・ヤナバ・ハディオ・ジョトラー、ザ・ボーディ・サッタ・オブ・コンパッショニン・カトマンドゥ・ベンガルでは、銀遊詩人バウルたちが仏教からの強い影響を受けたヒンドゥー教のシンクレティズムの形式を未だに言っている。インド人のジョーザーブ仏教との小さな共同体が、ベンガルのチッタゴンの丘陵地帯やバルアの先住民、 着魔人の間で現在まで継続的に存在している。彼らは多数派を占めるベンガル語を話すイスラーム教と移住者からの圧力の増大にあり、東パキスタン時代にイスラーム主義者により着魔人と仏教との大虐殺があった。着魔人の精神的な行動規範は仏教とビシュヌ派が合わさったものである。東インドにおいては仏教との施設は イスラーム教の侵入まで繁栄していた。仏教はまだバルアで生き残っていた。ベンガル人のマガダの共同体の末裔はチッタゴンに移住した。インド人仏教とは、ネパールのネワール族の間にも残っている。仏教はギルニットやバルティスターンで13世紀から14世紀まで残っていた。おそらくスワット教国近郊でかすかに長く残っていた。カシミール教国に隣接する。 ラダック地方ではチベット仏教が今日まで残っている。ジャンムーカシミールの北部領域に言及している蒸気歴史的な流行とティベット仏教の歴史は1151年に記載されたカルハナのラージャタランギニーに記録されている。カシミール教国ではイスラームに改修したカシミールをラダッキー・リンチャナによって1323年にイスラームが紹介されるまで残っていたが、 それを超えて、15世紀のザイヌル・アーヴディリーン時代になお、仏教徒の最小がいた。タミル・ナードとケーララでは、仏教は15世紀から16世紀まで残っていた。その証人は、モンジュシとネホンギ企業の写本である。タミル・ナードのナーガ・パッティナムでは、仏教徒の製造がこの時代までに鋳造され、刻まれた。チュダマニ・ビハラ総員の廃墟は、 イエズス会が1867年に破壊するまで経っていた。南部の拠点ではより長く生き残ったようである。1891年にブッダガヤへの巡礼者においてスリランカの仏教指導者アナガーリカ・ダルマパーラは仏教寺院が芝派聖職者の手に渡っていることを知り衝撃を受けた。ブッダの彫像はヒンドゥー教の製造に変換され仏教とは 礼拝を禁じられていた。仏教徒はその時からインドで復興運動を開始し、彼は大菩薩教会を組織した。初期の組織の努力は、インドの仏教の再構築と、ブッダガヤ、サルマート、クシナガラにおける古代仏教徒寺院の再建を目的としていた。アナガアリーカ・ダルマパーラにより発足した仏教徒ルネッサンスは、彼のマハヤボーディ運動が保守的とも描写されるように、 今日のヒンドゥー教と仏教との兄弟関係のムードにあって、インドにおける仏教の崩壊の責任は、ムスリムのインド支配に責任を期するというものだった。初期の組織の努力は、ヒンドゥー教の管理のもとで放置されてきた多様な仏教と寺院を回復することにあり、ムスリムの侵略によって破壊された公共の多様な仏教との拠点や寺院にも開かれていた。 ディークシャブジュミ・トーバイン・ナーグプル、エーレプリカ・オブ・ザ・サンチ・トーバ、ウェア、アンベード・カル・ビケーム、エーブ・ディスト、1950年代後半、アンベード・カルはインドで、不可植民のために新仏教運動を開拓した。アンベード・カル博士は、イスラームとキリスト教への改修を見て、それらが、インドのナショナリズムの妨げの要因となっていると、考えた。 インドにおける仏教復興運動は、仏教は、不可職民が平等を得るための唯一の道であると、主張する一連の記事や書籍を出版し、多くの変革を実施し、1956年10月14日、ディークシャーブーミレアンベードカルは公式に改修し、その時の一斉改修式では38万人以上の不可職民が参加した。以来、 多くの他のこのような一斉改修式が組織され政治問題化することになった。アンベイドカルの改修以来、異なったカーストからの多くの人々が仏教に改修した。多くの人々がアンベイドカルの改修で始まった仏教との運動をアンベイドカル派仏教という用語を採用するように変わった。このような改修の頻発はヒンドゥー教自身の改革の努力や同志が大やけに、 不可植民のための支援を口にし始めたために縮小している。もう一つ、回収の低下の理由は政府の貧困緩和削減プログラムの執行にあり、不可植民含めた多くの社会層の状況を大きく改善した。1959年、ダライラマ14世がチベットからインドへ脱出し、インドのダラムサラにチベット亡命政権を発足させた。そこはしばし、 チベットの首都を模して、ショーラサと呼ばる。追放された数千人のチベット人がその町に移住した。追放者の大半は上、ダラムサラやマックロードが暗示に住み、そこに僧院や寺院や学校を作った。ダラムサラの町は世界の仏教の中心の一つとなっている。2019年現在、不可職民を中心に政府に届けることなく、 ヒンズー教から仏教に回収するものが爆発的増え続け、現在の仏教徒はインド国内で1億5000万人にも上るとされる。インドの不可植民は2億6000万人いることから、今後もこの回収の傾向は続くものと見られている。ありがとうございます。